to Grammy with Welcome Man and Josh. はい、この番組はオーストラリア在住のギターボーカルジョッシュと日本で活動する音楽プロデューサーのグラミー賞研究家ウェルカムマンでお届けするポッドキャスト番組です。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞するという根拠のない夢を持ったウェルカムマンが楽しく英語や文化を学びながら最新の音楽ニュースを解説していく番組となっております。毎週月曜日と言いながら不定期になってしまっていますが、1週間に1回は、皆さんにお届けしておりますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回もジョッシュ先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えいひひ。ジョッシュ寒そうやね、服が。すっごい寒いんですよ今めちゃめちゃ寒いおー、今日本はめちゃくちゃもう集まってきたよ。そうですね、そうですね、なんかもう夏ね、もう季節が逆だと分かってるんですけどね、そんな慣れないよ、あれ。もう暑そうな稲田さんを見たらすごいなんかちょっとね、いいなーと。暑い暑いもん、はい、あ、いいな。なんかいつもね、なんかでも夏だったらあ冬がいいなーと思うんですけど。やっぱりね、冬だったら、でも夏ねーってそうですよね、それが人間ですね。はい、あと上司はあれですね、ニュースで見ましたけど、オーストラリアのシドニーの方はロックダウンなったの。いやー、これ全国になりそうなんですけどね。あ、そう、こっちね、あのロックダウンとか、もう自粛とかもうすっごいもうやるのがほんまにうまかったんですけど、すごい安全な国になってね、あの、コロナのケースが本当にそんなに少ない、結構少ないんですけどね、あの、ワクチンの方が、なんか、やばいんですよ。ワクチンの方が全然、なんか、どうやってできるのかとか、もう本当に、もうワクチンがないっていうか、なるほどね。もうできないみたいな。で、すぐロックダウンとかになるし、で、なるほどね、アメリカとかイギリスとか、本当に、あの、去年だったら本当にやばかったんですけどね、あの、コロナのケースですけどね、もう最近ワクチンがうまくいってって、本当になんかだんだん、ちょっと、なんていう、普通、生活に戻っていってるんですけど。なるほどね。そうか、感染がまだまだ少なかったから、オーストラリアは感染者数が少なかったから、その分、ワクチンが後回しになってるんだ。そうですね。そういうことですね。なるほどね。で、逆に、そう、最初から、あの、そのコロナの方が安全ですけど、うん。なんかだからこそ今がちょっとあのワクチンとかがすごいなんか遅いんですよ。なるほどね、それのせいでそうなってるんだ。そうそうそう、で今なるほどなるほど、そういう問題があるんだね。はい、なるほど。でもすごい、早くワクチン欲しいんですけどってなるほどね。まだ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 、わかりました。まあ、こんなあのオーストラリアの状況もなんか現地の声が聞けてな、すごくなんか情報としてですね。僕が住んでいるあの南の方、南オーストラリア州、はいはい、うん、まあ、まだわからないんですけど、今は大丈夫なんですけど、明日でも明後日でもね、ロックダウンになれるかもしれません。なるほど。こんな状況だと。そうです、ね。とりあえず大丈夫。なるほど、なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、今日のトピックスでございます。はい。まあ、アメリカの方はもう、そのコロナも、ね、ワクチン打った人はマスク外していいみたいな、ニューヨークとかはなってるので、そうですね。で、いろいろ、その、コンサートも、7月ぐらいから始めていくって言ってたので、いよいよ、アメリカはね、日常が戻ってると思うんですが。そうですね、嬉しいことにね。で、今回のテーマは、ソングライター、ウィング、ソングライター&コンポーザーウィングをやってたんですが、はい、今回はですね、
新しいというか、まだこれ触れてないと思うんで、プロデューサーズ&エンジニアズウィングもあったんです。似てますね。似てますね。はい、同じようなのがあったんだね。知らなかったんで、今日はちょっとここを簡単に、はい、ジョッシュ先生に翻訳してもらいながら勉強していこうと思っております。そうですね。はい。うん、でもちょっとね、これもあるのがちょっとね、よく考えたら当たり前ですね。そうですね。むしろ、ソングライターズ、コンポーザーズ、ね、ソングライターズ、コンポーザーズウィングがあれば、うん、プロデューサーズ、エンジニアズウィングも絶対ありますね。確かにそうですね。そうですね。はい。では、The members of the producers and engineers wing work together to shape the future of music recording.音楽レコーディングのこれからの形、うん、未来の形がこのプロデューサーズエンジニアズウィングのメンバーズがみんなと一緒に協力していて、もうその形を作っていくということですね。なるほど。はい。なるほど。だシェイプっていうのは形を作っていく、ね。形ね。形ね。はい。多分使い方もニュアンスも日本語と一緒。なるほどね。はい。As a Recording Academy Membership Division, Recording Academy のメンバーズの、うん、Recording Academy という団体の中の団体、うん、なんていう、subgroup みたいな、うんうんうん、英語だったら group、subgroup、その sub が、うんうん、なんていう。なんていうね、日本語だったらどうやって説明するんですか。日本でもサブって言いますね。例えばスポーツで言うとサッカーの、最初のメンバーとサブメンバーって言ったりとか、あとバレーボールとかもサブメンバーって言って、でもあれあのサブがなんかサブスティチュートじゃないですか、うん、サブスティチュートちょっと代わりみたいな。ああそうですね、うん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 、これがサブグループとかサブ、今回のサブがそのグループの中にもっとちっちゃな特別なグループもあります、うん、なるほどなるほどなるほど。サブスティチュートのサブじゃなくて、うん、例えば、この木この木地がこれは記事がタイトルあって、ヘディング、ヘディング、そしてサブヘディング、あ、オッケー、サブヘディング、これがメイン、これがこれもありますみたいな。なるほどなるほどなるほど。はい。アイスアイス。はい。うん、まあじゃあね、そのグループ、うん、大きく言うとレコーディングアカデミー、でサブグループ、プロデューサーズエンジニアズウィング。Composer, songwriters wing、うん、そのメイングループ、うん、メイン団体の中、このちっちゃな団体もあります、うん、なるほど、うん、はい、まあこれからね、それ言ってます Recording Academy Membership Division、 そのディビジョン、あは、うん、あなるほど、それがこのディビジョンっていうのがそういう意味なんだ。そうですね、ディビジョン。まあ、ディビジョンがね、なんか、簡単に言うと、分けること。あー、なるほど。日本語で言うと、区分とか、部門ってことですね。Yes, yes, yes. Yes. 東京都渋谷区みたいな。Yes, yes. それです。それです。なるほど。それです。ディビジョン。説明するの、うまいんじゃないですか。あれがすぐわかりやすい。本当に、そう。そのレコーディングアカデミーが東京だったら、このプロデューサーズエンジニアズウィングが渋谷区。OK。はい、はい。エンジニア、ソングライターズ・コンポーザーズウィングが新宿。うまい。そんな感じです。大阪で例えたかったな。ねえ。東京でやってしまったな。ねえ。いや、僕たちそれはちょっと失敗しましたね。はい。はい、はい、続きます。はい。The P&D Wing advises the Academy on technical matters related to recording
and also addresses matters of concern to producers, engineers, remixers, manufacturers, technologists, and other related professionals. ちょっと曖昧んですけど、まあ大体、プロデューサー、エンジニア、リミクサー、マニュファクチャーとか、その本当にインダストリーみたいなところ、うん、あのこの音楽のインダストリーのインダストリーみたいなところね、あのこの団体、この P&D Wing、P&D が Producers and Engineers Wing が、あのちょっと略したらね、うん、P&D、P&D Wing、あれがちょっと全部ちょっとアドバイスとか、うん、なるほど、まあ、そのためのグループみたいな、うん、Technical matters、まあ制作とかだけで、Technical matters、まあ、How can I say this?もう仕事的なところね。ああ、なるほど。本当にね、あの例えば、なるほどね。あの the devices used, the how can I say this, the machines, the technical matters, technology とか the actual process みたいな。あのプロデューサー、エンジニア、リミクサー、マニュファクチャー、どうやってこの仕事をするとか、その仕事はどういうことで、何の仕事をするみたいな。なるほど、なるほど、そういうことか。だってね、あのプロデューサーさんとかエンジニアさんも、もうそれ、プロデューサーさんも特にね、プロデューサー、あ、私はプロデューサーです。プロデューサーって何の仕事ですかって聞かれたら、もういろんな仕事があるんじゃないですか。いろんなロール、あの、役割がね、うん。で、この団体がその役割をもうちょっと詳しく、説明するっていうか、なんていう、これが仕事です。ああ、なるほどね。なるほど。ちゃんと分けてると思います。なるほど、うん。日本語で言うと、事柄とか、はい、考慮すべき、はい、あまり聞かないよね、はい、女子考慮とか考慮配慮とかは聞いたことある？配慮って、うん、配慮、まあ、多分ねジャパニーズワードっていうか、配慮するっていうと、あの例えば食事をみんなで食べているときに、お皿を取ってあげたりとか、チョップスティックを渡してあげたりとか。はい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 、はい。気配りやね。日本でいう気配り。はい、はい。多分そんな感じにね。preparation みたいな。そうですね。それが配慮って言うんですけど。そうですね。これで言う。じゃあ簡単に言うと、うん、その仕事を。をするためにもうちょっと配慮をすると準備をしてみたいな、その仕事をする人からその仕事をするときにもうちょっと簡単にその仕事をできるようにそうやね、うん、考えてやってあげるとか、はい、それを日本語でね、考慮って言うんですよ。考慮。うん、慮配慮は気配りなんですけど、はい、考慮っていうのは、マインドを考えて、thinking で、サポートしてあげる。はいはいはい。だから、テクニカル的なことを、考慮してあげる。要は、いろんなことをサポートしたりとか、その事柄について考えてやるみたいなことを、考慮って言うんですけど。いい言葉ですね。そうですね。だから配慮と考慮っていい言葉なんで、日本語では。そんな言葉は英語にはないんでしょうか、ね。もう説明すると分かるんですけど、その、うん、そんな簡単に、エレガントな、うん、あの、言葉、
ありませんか、まあ、おもてなしってあったじゃないですか、ジョシュ。おもてなしね、おもてなし。あれ、ちょっと近い、和心ですね。はい、わかりました。はい。なるほどね。あ、でも、このマターズってよく、はい、よく出てきますよね、この英語が。matters。matters、英語の使い方ね、matters。で、日本語のこと、うん、みたいな。ことっていろんな使い方があるんじゃないですか。ある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 。そうね。多分そんな感じ。なるほどね。そう。わかりました。音っていうか、ものみたいな。things。matters。technical matters。technical things。stuff。ちょっと、うん、曖昧。だから曖昧って僕は言ってます。なるほど。technical matters。その technical matters は本当に。何ですかって、もうこの記事には説明されてるのか、うん、分からないんですけど、うん、はい、いやでもすごく分かりました。はいはい、はい、では続きます。はい、Technologists and other related professionals. What our members have in common is passion for both the creative and technical sides of recorded music、whether it's rockClassical, jazz, EDM, rap, country, R&B, pop, or any other genre or style, PND Wing members know that the sound of a recording helps communicate emotion and bring a song to life. ちょっと長かったんですけど、このね。じゃあ最初の文が、What our members have in common is a passion for the creative and technical sides of recorded music. その technical side、本当に、プロセス、ミキシング、レコーディングのところね、その曲を作ること書くことじゃなくて、レコーディングのところ、ミキシングのところ、 EQ とか、もうこれがこういう仕事に情熱に頑張っている人、どんなジャンルでも、ロックとかクラシックとか、どんなジャンルでも、これをちゃんと、どうやって、最高に、最高なクオリティに、みんなに聞かせるのか、そういうことを考えている人が、これがなんかの P&D Wing のメンバーズですね。ああ、なるほど。そう、エンジニアというか、プロデューサーということが、そういう仕事じゃないですか。で、はい、この記事がそれを言ってます。ああ、なるほど。はい。じゃあ、例えば、こう、政治的なところの、例えば、もうちょっと、先週、ラストウィークでやった、金くれじゃないってこと？もうちょっとテクニカルとか、そっちの話。そう、その政治家のところで多分、プロデューサーズとか、エンジニアーズに、もうそれはまだ言ってないんですけど、でもやっぱりそのアドボカシーのところ、もう多分、まあ、レコーディングアカデミーのことだから、絶対そういうところもあると思うんですけど、まあ、それはまだ、まあ、特にね、プロデューサーズとエンジニアーズ、のための団体、ね。うん、なるほどね。うん、はい。じゃあ、コンポーザーズとソングライターズに、どういうことが大事なのか、うん。それが別の団体ですね。それがコンポーザーズとソングライターズウィング。そして、このプロデューサーズとエンジニアーズウィングに、プロデューサーズ、エンジニアーズ、リミックサーズ。その曲を作る、マシーン、設備とかを作る人、その会社とか、こういう人にどんなことが大事なのかをちゃんと聞いて話して会議をしてみたいな、その団体がこの P&D Win。ね、なるほどなるほど、ね、そう音楽をやっています、音楽仕事として音楽をやっていますと人が言ったら、その人がプロデューサーとエンジニアかアーティスト、やっぱり欲しがっていることが多分違うと思いますね、仕事として、そして必要なところ、必要なこと、
が多分違うんじゃないですか。うん。うん。あの、政策的にとか政治的にだけじゃなくて、うん、その仕事だから全然違うし、うん、僕が曲を作ったら、プロデューサーに行って、そのプロデューサーさん、エンジニアさんが、レコーディングしてくれたら、やっぱりね、一緒に頑張ってたんですけど、全然違うところに頑張ったから、うん、あのね、もうどっちも必要なので、うん、でもどっちも違うもんね。うん、なるほどね。だからもうこの部分もあって、この部分もあります。なるほどね、このレコーディングアカデミーがしっかり分けてます。なるほど、なるほど、なるほど。はい。The sound of a recording helps communicate emotion and bring a song to life. 曲がうまく書いてもレコーディングが下手くそだったらやっぱりちょっとね、もったいないから、うんうん、あれも必要です、うん、っていう、なるほどね、なるほどなるほどなるほど。 As legendary producer Phil Ramone, a founding member of The Wing once said,Our work creates the beautiful marriage between music and technology. その音楽とテクノロジーのマリアージュがプロデューサーの仕事、それがプロデューサーの役割。で、フィル・ラモンさんというプロデューサーが言ってました。なるほど。はい。このマリアージュっていうのは日本で言うとマリアージュって言ったら結婚ですよね。結婚、結婚、そうですね、結婚、マリアージュ、マリアージュ、結婚ですけど、でも日本語でもマリアージュってちょっと発音がちょっと違うんですけど、そんな発音でとかそんな言葉を使うと、よく料理、はい、料理屋さんとかレストランとか、ああなんて、ああありますね。ですけど、そうですね、そう、これとこの味とこの違う味と一緒にね混ぜたらマリアージュね。ああ、そう、そんな感じですよ。ああ、同じ意味、そうですよ。それは何かな、混ぜる、混ぜるっていうこと、混ぜるっていうか、でも混ぜたらミックスだもんね、それは。ミックスしたら、混ぜたら、違う素敵なことが出てきます。それをマリアージュっていうの？そうですね。そうですね。だって、そう、だって、マリアージュも、トゥゲザーみたいな。トゥゲザーやね。リンク。そうそうそう。そう、でも、そう。ミックスだけじゃなくて、ミックスしたら、もっと上手くなる、もっと、そうですね、うまくうまく混ぜること。なるほどね。はい、なるほどなるほど、わかりました。はい、Currently home to more than 6,000 members, The Wing is a nationwide network. 今ね、メンバーズ、この団体のメンバーズが6,000超えています。6000人以上がメンバーです。ネーションワイド、ネーションワイド、ネーションワイド、全国ね。ああ、なるほど。ネーションワイド、全国で、それが絶対アメリカのことなんですけど、これからね、もっとグローバル的になるのでしょうかね。そうですね。要は、ワールドワイドじゃないんですね。ネーションワイド、うん。ネーションワイド。ワールドワイドだったら世界的にね。これ全国的。なるほど。はい。アメリカだけですけどね。Sound quality. Development of new technologies. Technical best practices. Education in the recording arts and advocacy for the rights of music creators are all part of the P&D Wing Mix. これが全部、この P&D がこういうことをちゃんと話しています。ディスカッションしています。これが大事だと思いますね。
団体に、so technical best practices、so education and advocacy、よくね、もうこの本当にコミュニティにやって協力をして、協力したらみんなが一緒にうまくなっていくのでしょうみたいな。うん、なるほどね。うん、ファミリーになりましょうとか。Mm-hmm. If you are a person who is serious about making great music recordings, the producers and engineers wing is the place to be. 本当に、あの、上手な、すごいレコーディングを、mm-hmm. あの、作りたいと思っているなら、そういう人になりたいなら、mm-hmm.ぜひこのプロデュース P&D ウィンへみたいな、うん、なるほどね。はい、Making the music record。 あーなるほどね。まあ、If you are a person who is serious、 あの、ま、真面目に、うん、本当にすごいレコーディング、うん、ね、ちゃんと仕事としてちゃんとすごいレコーディングを作る人になりたいなら、うん、そしてそういう人はもうなっていると思うなら、もうぜひあの参加してくださいみたいな。なるほどね。わ、うん、かりました。そうか、うん、やっぱり、はい、もこれあれだね、はい、6000人の国内なんね。やっぱりだから国内でしょうか、ね、日本人の P&OをE-Wing の日本、ジャパン、日本人とか、オーストラリア人とか、要はアジア人とかはいてないわけなんですね、今のとこは。だと思うんですけどね、でも今から、これから絶対ね、なれるのでしょうかね。うん、だって、レコーディングアカデミーのメンバーズ、このね、あの、これからもっと世界的に、うん、なりたいって、このレコーディングアカデミー自身がもう言ってるのでしょう。うん、だってこのこういう団体も P&D Wing、CSNC Wing、もっとねメンバーズもっと参加してほしいみたいなことを言っているので、はい、もうでも確かにねすごいアメリカがメインですね。なるほどね。なるほど、わかりました。うん、まあ、こういうところもっと調べていこう、うん。やっぱりメンバーになりたいですね。やっぱりメンバーになりたいですね。そんな感じにね、もうメンバーがならないと、うん、本当にも詳しくこういうことをしていますとか、うん、そのニュースはちょっとね、少ないのね、あの、なるほどね。参加しないと。はい。そうですね。うん、あでもいろんなところにありますよね。そうですね。やっぱりアメリカですね。そうですね。いやでもまだ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 調べることがあるということなんで、どん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 ちょっとまた調べていきましょうね。ちょっと増えてきますね。はい、増えてきますね。でもやっぱり調べれば調べるほど奥深いですね、奥が。そうですね、そうですね、本当にそれです。歴史も感じますし、うん、うん、本当にね。はい。本当にね。もう全部を含め、含めて、やっぱりこれが面白くて、これがもっと調べたいんですよ。これをもっと知りたいんですよ。うん、ぜひ参加したいと思っているなら、うんうん、そうですね。ぜひやってみましょうよ。やってみましょう、やってみましょう。はい。まあ、yes、ゆっくりでもいいのでね。はい。そうですね。とにかく、まずはこういろんなスキルというか知識をいっぱい入れていって、はい。勉強していきましょう。ね。はい。Yes。Sounds good。そうですね。OK。じゃあ、今回、次、あの、いつものピックアップソングですが、はい。やっと、エド・シーランが、踊ってきましたね。ニューソングを出しましたね。はい。はい。出しましたね。あれですね、ミュージックビデオもまだ一週間も経ってないですし、うん、出て、一発目で、やはりグローバルランキング4位まで、
そうですね、上がってきてますね。でちょっと今までって、あの、割と恋愛ソングが多かったじゃないですか。 R&B とかヒップホップばっかりだったんで。そうですね、はい、はい、今回のやつはなんかちょっとミュージックビデオ見てもコロナのこととかいろいろ言ってるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとその辺をジョッシュに訳してもらいたいなと思います。そうですね、僕も正直まだ歌詞に、あの、詳しく見てないから、僕もちょっとね、うん、どんな感じにね、で、の、あの、そのビデオとか、あの、うん、写真とか、うん、あのヴァンパイア、うん、ヴァンパイアよね、これね、ヴァンパイアのね、うん、歌詞も I can feel the paradise before my world implodes and tonight had something、 うん、今はちょっとヴァンパイア的にね、歌詞がちょっと夜になったら俺が変わるぜみたいな、うん、Bad Habits って、うん、稲田さん分かりますか？いや、分からない。Habits が分かんない。Habits、あの、癖。癖ですね。あ、癖なの？悪い癖みたいね。あ、そう、いつもやっちゃうこと、やっちまうこと、なるほど、Bad Habits、そうそうそう、で、この Bad Habits もいつもやっちゃうこと、これが俺なんですけど、いつも、あの、君が言っちゃうから、俺がこんなやつやから、みたいな。ああ、そういうことなんだ。これだから恋愛ソングになってるってことは、やっぱり恋、うん、falling、 今を恋愛っていうか、うん、恋愛っていうか恋愛に近いあ、人間同士の、ヒューマン、うん、うんうんうん、人間関係、うん、そうですね、そうですね、そうか、なるほどね。なんか、あの、ミュージックビデオ見てても、ヴァンパイアってあれコロナにかかってることなんかなと思ったんやけど、うんうんうん、なんか悪いやつが自分の中にいててみたいな、インサイドに、うん、あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じを言ってます、うん、そんな感じを言ってますね。My habits, my bad habits lead to you。 あの、この悪い癖があなたに、この悪い癖という道の終わりにね、存在している、なんていう、あなたみたいな、君がいる、この悪い癖はいつもなんか、いつも君に言っちゃう、君になるみたいな、あ、どんなことをするも、うん、まあ、いつもそんな感じでね、そんな感じに、あの、恋愛的に、まあ、でも歌詞が そんなに恋愛的ではないんですけど、うん、今回のエドシーランが、あの、割とね、意外とちょっと曖昧な歌詞を出してますね。そうですね。なんか、そう、そう、意味がどんなことを歌っているのか、うん、もういろんな、あ、これ、コロナじゃないですか、とか、恋愛じゃないですか、とか、多分もう全部が合っていると思うんですよ。なるほど。これです。本当にこれですとか、そういう曲ではないんでしょうか？確かに。確かにそうですよね。うん、だからその you っていうのは、あの、そう、you って言ったら、誰なの？ちょっとこうですよね。そう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 。そして、その you って本当に人間のなのか、恋愛なのか、本当になんていうコンセプトみたいな、あの、人間じゃないのでしょうか？そうですね。なんか、あの、政治と自分とか、はい、もっと大きいテーマが ありそうな気はしたんですけどね。そうですね。でも、うん、そのテーマが、なんか、
俺の中に自分の中になんか悪いやつがいて、この悪い癖この悪い癖があるから、もういつもこんなことをやっちまって何、うん、結局なんか俺が頑張っても結局何も変わらないって、うん、結局俺がこの悪いやつ悪いところもあるから、なるほど、これも俺の一部だからみたいな。なるほどね。そうね。なるほど。割と曖昧、うん。なるほどね。悪い意味ではないんですけどね。うん、なるほどね。そうですね。うん、でも、fallen over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far.でもう最初はいつも純粋っていうか、うん、いつももうよく順調にいてるけど、最初はそんな感じなんですけども、もう結局この悪い癖が出ちゃうから、なるほど、ね、結局全部がもうそう、最初はいい感じになっても、ね、うん、結局こうなっちゃう。うん、なるほどね。いつも君っていう、ね、you、うん、っていつも言っちゃうみたいな。なるほどね。そうか、だから恋愛に置き換えると一番翻訳しやすいというか、恋愛が一番これ。そうですね。そうですね。恋愛に一番に翻訳しやすいんですけど、恋愛じゃないって言っても、あれも合っていると思いますね。うん。例えば僕はもうこんなにね、もう読んだら僕はそう思うんですけど、うん、多分なんかもう調べたら、あ、歌詞はこんな感じですよってエッド・シーランさんが言ってました。あーはーはー、僕には多分また違うかもしれないですね。なるほど、そうですね、うん、はい、日本語にはこういう歌詞もあるんじゃないですか。いや、なんかいっぱいありますね。そうですね、いっぱいある。ただそうですね、多分エド・シーランとかってやっぱりワールドワイドなアーティストなので、その政治的な歌とかは多分一切歌えないと思うんですよ。ああね。うん、だから、そう、どうなんですか？例えば女子が好きなヘビーメタルとか、ジャンルの人だって、歌詞ってどうですか？うん、結構その、不満とか、政治についてとか、すごいストレートに言ってる。いやー、それがなんかバンドによって違うんですけど、うん、ゴジラというバンド、例えばね、ゴジラだったらフランスのメタルバンドなんですけど、うん、そのゴジラもグラミー賞にノミネートされたこともあって、そのゴジラはね、いつも政治のこと、これが良くないんですけど、この世界を変えましょうみたいな曲もあるんですけど、他のハードコアとかメタルとか、自分のもう恋愛っていうか、その深みの痛みとかというね、気持ちも歌ってるんで、もう本当にポップスでもどんなジャンルでもね、その結局そのバンドによって違いますね、結局。そうですね、うん、このジャンルだったら絶対こういうテーマだったら、うん、まあたまにはあるんですけど、結局はバンドが、うん、バンドによって違うと思います。なるほどね。いや、うん、だからそのエド・シーラン自体はいろんな意味を込めてわざと曖昧に曲を作ってでしょうかね。だって、シーランだったらもう今までずっと、なんか、恋愛ばっかりでしょうかね。恋愛か、その懐かしい思い出とか、いつもそういう曲を出してるんですけど、今回は、意味はどうでしょうね。うん、もう、まあでも確かに恋愛だ、なんですけど、別れっていうか、恋愛とか、うん、俺はこういうやつやったらもう恋愛しない方がいいぜみたいな、うん、
いつもこの悪い癖が出ちゃうから、結局、うんうん。なるほどね。だからそのヴァンパイアがイメージしやすいし。なるほどな。でも、考えすぎてるな、ほんだ僕が。もしかしたらシンプルに恋愛かもしれへんし。まあ、ポップスだからもうね。うん、それもあるんじゃないですか。ね、いろんなことが考えれますね。ねえ、ねえ。こ、う、れ、ん、がいいことだと思いますね。あの、簡単にね、わかりやすいんですけど、考えたら、あの、意外と深い、うん、意外と甘いとか、うん、曖昧、うん、そうね、あれがいい感じですね。いいと思います。うん、なるほど。なるほどね。そういうところもやっぱり、いろんな人が聞けるように設計されてますよね。うん、だからもう、エッド・シーランはこう、そういう曲、うん、あれがポイントだと思いますね。それがポイント、うん、エッド・シーランの曲にもいろんな人からもう本当に誰でも聴けるように、うーん、あれが強さ、エッド・シーランの強さと思います。そうですね、本当にそうだと思う、ね、うん、うん、そうですね、そうですよね、はい。まあ僕は僕なりのこのそのなんていうかな、バッドハビッツを考えればいいってことですね、はい、うん、そうですね、バッドハビッツ、bad habit. 考えすぎることが bad habit。 ああ、確かに僕はそうです。ね。はい、そうそうそう、そういう使い方、そんな使い方ね。bad habits という、あれがね、bad habits の意味、悪い癖。はい。わかりました。ありがとうございます。そう、ランキングもね、やっぱりちょっと、もうピックアップしてるやつばっかりで、最近は、もうマネスキンとか、オリビア・ロドリゴとか。そうですね。いろんな、なんていう、いろんな言語が混ぜてるから、うん、なんかイタリアのバンド、BTS が韓国、スペイン語の人とか。確かに。そう。本当に面白いですね。面白くなってきましたね。ねえ。うん、いいですね。いろんな音楽つけて。うん、そうですね。はいはい、はい。ということで、ありがとうございました、ジョシュ。じゃあ、ちょっと戻りまして、はい。ピックアップソングも終わりましたが、まあ、インフォメーションということで、まあ、ジョシュはレコーディングをしてる流れですよね。はい。はい。昨日やりました。昨日やりました。あ、そうです。あと一曲。うん。いいですね。なんか、制作時間を長くやるって、僕めちゃくちゃいいことやと思うんですよ。大事なことやと思うんですよ。そう、なんかよくあるお金の問題とかもあって、3日とか5日でバババーって日本じゃやるんですよ。正直僕も本当になんかお金かかっているので、ね、もう全部がなんかもう急に全部をやってっていう、もうそんなお金がないから、1曲をやって、ちょっと貯金して、たまったらまたスタジオに行ってとか。あ、そういうことね。でも時間流れにやってるから。なんか時間かけた方が、うん、いいかなと。そうですね。うん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 。いや、本当にでも一曲一曲をちゃんと集中して、うん、ね、一曲一曲の頑張っていて、で、最後にね、だってもう2月、3月からこの EP を頑張ってて、でもその3月の方、その最初の方、レコーディングした曲とか、うん、今を聞いたら、あのレコーディング、あんまりね、よく覚えてないんですけど、うん、いや本当にいい曲できましたねとか。ああ、いいね。今聴いたらすごいワクワクして、本当にね、早くみんなに聴かせたいから、うん、最後までちゃんとその詳しいところでも集中したいから。なるほどね。うん、本当に。でもね、あともうちょっとです。相変わらず。OK. はい。まあ、ウェルカムバンドの方も。はい。Bad habits. Bad habits. no, 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 no. もうちょっとって言うとところ。あともうちょっとって、bad habits. いやいやいや。何回も時間かけるのはめっちゃいいことやと思います。すげえ。はい、はい、うん。ありがとうございます。はい。はい、稲田さんの方は僕の方は僕もあんまり大きいニュースないので、まあ今すごくもう忙しい時期になって準備ですね。準備を。うん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 、ずっとしてるので、またいいニュースができたらね、お届けしたいと思います。楽しみにしてます。はーい。
はい、ということで、今、最近は1週間に1回、更新、月曜日にできてないんですけど、1週間に1回はずっとポッドキャスト配信をしてるので、視聴していただいている皆さん、ぜひ、チャンネル登録とか、フォローして、ぜひとも拡散してください。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、ジョッシュ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。Hey, Thank you very much. See you next time. See you next time. Bye bye. See you soon. Bye.